ルイ・フレスティエは、フランス出身のオーケストラの指揮者、作曲家、モンペリエの生まれ。記事の音楽院でチェロを学び、パリ音楽院で、アンドレ・ジェ・ダルジュ、アレクサンドル・ギルマン、クサビエ、ルルー、ポール・デュカス、バン・サン・ダンディラに指示。1924年に発表したパトリアで、ロッシー・ニ賞を獲得し、さらに1925年に発表したアドニスの詩で、 ローマ大賞を受賞した。また、1927年に書いた、公共誌、ポリニケスは、ウジェル賞を得た。1927年から、オペライコールコミックザのチェロ奏者として働いていたが、1928年には、パリ公共楽団の指揮者陣に加わり、マルセイユやボルドーでも指揮活動を行った。1938年から、パリオペラザの首席指揮者を務め、 1946年から翌年にかけてニューヨークのメトロポリタン歌劇場の指揮者を務めた。1946年から1963年までパリ音楽院で指揮法を教え、教え後にはピエール・ミシェル・ルコント、ルイド・フロマン、ダニエル・シャブルン、ロジェブ・トリーラがいる。1963年からはニースで指揮法の歌詞講習を開いていた。 ブローニューイコールビアンクールで死去。ありがとうございます。